キンプリ、ドラマ出演方の問題。平野耀は、黒詐欺、高橋山と長瀬角も来年まで内定済み。キンプリ、キングプリンスのメンバーたちが、次々とドラマへの出演が決まっていることが話題となっている。特に注目されているのは、山下智久主演で2006年に放送されたドラマ、黒詐欺のリメイクで、 キンプリの平野市要が主人公黒崎隆史郎役を演じることが明らかにされたことだ。このドラマは TBS 系列で10月から放送予定となっている。黒崎のリメイクに関しては山下智久がかつて主演を務めたことから彼の後継者として現役のジャニーズタレントである平野市要が選ばれたことは意義深いものとなった。さらに報道によれば かつて堀北真希が演じたヒロインの吉川つらら役は黒島傑那が演じるとのことである。一部報道ではジャニーズ事務所を退所した山下のドラマを現役のジャニーズタレントがリメイクするということに対して当てつけのように見えるとの指摘もある。しかし金プリのメンバーたちが他の地上並みドラマにも次々と出演することが明らかになっており、 彼らの活躍ぶりは目覚ましいものとなっている。例えば、テレビ朝日の深夜枠では、高橋山が主演を務めるドラマの制作がすでに決まっていると報じられている。さらに、長瀬角も来年の1月期に TBS のドラマに出演することが内定しているという。高橋山は、ハルクールのドラマ、未来への10カウント、テレビ朝日系。 にも出演し、長瀬角は現在放送中のドラマ、新信長後期からクラスメイトは戦国武将から日本テレビ系で主演を務めている。金プリのメンバーたちはドラマの仕事が詰まりに詰まっている状態となっている。金プリが地上波ドラマに多く出演する理由について、ジャニーズ事務所は金プリを地上波ドラマ重要視路線。 で推していくことを決めたのではないかとの見方もある。キンプリはジャニーズ事務所の若手グループの中でトップを走っていました。ジャニー北川氏が最後にデビューに直接関わったグループとして2018年に華々しく CD デビューした彼らは2020年にはスノーマンとシクストーンズが CD デビューするまでジャニーズのエリート街道を歩んできました。 しかし、現在ではスノーマンガジャニーズ内で最も人気があるとされており、その後にはシクストーンズや何わ男子が続いています。キンプリの人気は4番手くらいになってしまった可能性もあります。ただ、各メンバーの知名度も高く、それぞれがソロでドラマや映画で演技のキャリアを積んできたことは大きな強みです。そのため、 キンプリとしても地上波ドラマへの出演を増やすことで最悪心を図ろうとしているのかもしれません。と、レコード会社関係者は語っている。キンプリは他の若手ジャニーズグループと比較すると、個性があまり際立っていないという評価もあるという。一部では、彼らのダンスはスノーマンには及ばず、何は男子ほどの可愛らしさも持ち合わせていないとされていた。 しかし、各メンバーの個々の才能と知名度、そしてそれぞれのソロ活動による演技キャリアは、キンプリの大きな強みとなっている。このため、スノスとナニは、との差別化を図るため、彼らは地上波ドラマへの出演数を増やしているのだと考えられる。ジャニーズ事務所内では、若手グループたちが激しい競争を繰り広げている。 キンプリでさえも安泰とは言えない現実に多くの人々は震えているかもしれない。しかし、このような厳しい競争こそが、ジャニーズ事務所の支えとなっているのかもしれないのだ。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。